全国の65歳以上の高齢者の人口比率は現在 16.5%。 2025年には国民の4人に1人が高齢者という時代を迎えようとしています。急速に進む高齢化とともに、介護を必要とする人が増加し、高齢者が高齢者を介護するケースや介護を必要とする家庭の負担など、さまざまな問題も大きくなってきています。このような介護の問題を家庭だけでなく社会全体で支える仕組みとして、平成12年4月から介護保険制度が導入されます。現在各市町村などではさまざまな福祉サービスを実施しています。新しい介護保険制度も運営主体となる保険者は市町村となり、財政面などで国や県が支援するシステムになっています。この介護保険制度で介護サービスを受けるには、はじめに加入者からの申請が必要です。その受付は平成11年10月から開始されます。介護保険の加入者となる被保険者は40歳以上の人が対象です。そして65歳以上の人は第1号被保険者、40歳以上65歳未満の人は第2号被保険者となります。納付する保険料は、65歳以上の人は所得に応じて市町村ごとに定額保険料が決められ、個別徴収または年金から天引きされます。40歳以上65歳未満の人は現在加入している医療保険や国民健康保険の算定方法に基づいて決められ、健康保険料に上乗せする形で一括して徴収されます。現在浜松市での被保険者となる40歳以上の人口は全体の 48.2% を占めており、介護保険制度導入の際には要介護者の人数はおよそ1万2000人と予測されています。65歳以上の方の保険料ですが、概算ですけれども月額でおよそ3200円程度と考えています。この内訳ですが、法定サービスに、財政安定化基金、貯金などの事務的経費を加えたものでございます。40歳から64歳までの第2号被保険者の方、この方たちにつきましては国の方でですね、全国的な統一の単価を、保険料を決めてまいります。具体的な数字というのは、まだこれは国の方からも示されてない状況です。このほか市が独自にですね、市町村特別給付事業や、保険福祉事業を行ってまいりますと、それにかかります、保険料分がですね、加算されることになります。介護保険の費用はかかった費用の1割を自己負担していただき、残りの9割を税金と皆さんに納めていただく保険料で賄います。介護サービスを受けるには、まず本人や家族が申請するほか、指定許諾介護支援事業者や介護保険施設が代行申請をします。調査の結果、どれくらいの介護が必要なのかという要介護度の判定を行います。この判定を要介護認定と言います。要介護認定は軽度の要支援から重度の要介護5まで6段階に分かれ、サービスは15種類の在宅介護サービスと3種類の施設介護サービスがあります。サービスの種類と度合いによって1ヶ月あたりの介護保険支給限度額、いわゆる介護保険で利用できる金額が決まります。なお要介護度は原則として6ヶ月ごとに見直されます。浜松市では要介護認定の申請受付を市役所の介護保険課と市内27カ所にある市民サービスセンター、保健所にある健康増進課で行います。申請を受けたら市職員または市から委託を受けた指定許諾介護支援事業者や介護保険施設の介護支援専門員が各家庭を訪問し、食事や入浴、排泄など日常生活の状況について聞き取り調査をします。
その調査結果を全国一律の基準で判定するため、コンピューターに入力して判定し、さらに訪問調査の際に聞き取ってきた特記事項と主治医の意見書をもとに、保健、医療、福祉の専門家からなる介護認定審査会で自立、要支援、要介護が判定され、申請からおよそ30日間で結果が通知されます。要介護度、要支援と判定されたら、次に利用する介護サービスを決めます。現行の制度では市町村がサービスの種類や提供期間を決めるため、利用者にはサービスの選択をすることができませんが、新しい介護保険制度では本人や家族の希望が尊重されるようになります。医療、保健、福祉、例えばお医者さん、看護師さん、それから保健さん、福祉の現場では社会福祉士等ですね、こういった国家資格者が、現場経験を5年、もしくは介護の現場、こういった資格のない方でも、現場経験が10年あれば、試験を受けて、試験に合格すれば実務経験を経てケアマネージャーという資格が得られます。利用するサービスを決める際、3つの方法が考えられます。1、介護サービス計画、ケアプランを自分で作る。2、ケアプランを支援専門員に相談して作る。3、計画を作らず、その都度サービス提供機関に申し込む。いずれの方法でも、介護保険サービスを利用することはできますが、利用費を支払う際、1、2の場合は自己負担分のみを、3の場合は、まず費用全額を立て替えて支払い、後日介護保険の支給分を受け取ることになります。介護保険の中では、認定については家族とか社会的な要素っていうのは含まれてきませんので、プランの中でそれをどのようにご家族の思いも含めて調整していくかっていうのは、大きな大事なポイントだと思いますね。では介護保険制度で受けられるサービスをご案内しましょう。代行の申請をするところが社宅介護支援事業者というところなんですけどね。でこちらの方に、の、まあ、名簿、そういったものも申請された方にお配りをしてですね、でお近くのそういった社宅介護支援事業者の方にご相談もしていただくというようなことも考えているわけです。はい、まあ、1万2000人の方が申請をされるのではないかというふうに、まあ、こちらの方予定してるんですけれども、1万2000人の方が、まあ、いっぺんにですね申請に、まあ、来られても、事務の方の判定の方事務がですねそれこそパンクしちゃいますの で、 で、まあ、これは9月5日号の広報ファーマスの方でお知らせもしたんですけれども、申請の月をですね、申請されるご本人、まあ、介護の必要な方のご本人の誕生月でですね、申請をずらしてお願いしていきたいなというふうに考えています。で、その、まあ、自立と判定されてもですね、やっぱりその虚弱な方、虚弱なお年寄りというのはいるわけでして、そういった方々を、介護保険の費用とは別に、市の方で、まあ、税金といいますか、そちらの方でですね、事業を行っていくと
ということで検討をしていくことになると思いますね。今まではそういう認定というのこと、介護認定というのがありませんでしたから、まあ、処置の中でのものでしたからね、ですからそこから事実と判定されて、じゃあそれで、その方が、まあ、そのサービスを受けられなくなってしまうという、まあ、状況ではですね、まあ、困るということになりますから、そういった方々の今後のそのサービスの提供について、十分検討していくということになると思います、介護保険サービスを利用した際、費用の1割分および支給限度額を超えた分が利用者の負担となります。利用費についてはケアプランを作成してサービスを受けた場合には自己負担分をサービス提供機関へ支払います。ケアプランを作成しないでサービスを受けた場合は、まず全額をサービス提供機関へ立て替えて支払い、後日浜松市から介護給付9割相当分の払い戻しを受けることになります。浜松市では各公民館などで住民を対象とした介護保険制度についての説明会を実施するとともに、関連団体やグループなどにも説明会を開催しています。世界でも最高水準にある長寿社会の日本、高齢化の進行に伴い介護によるさまざまな問題も大きくなってきています。介護する側、される側、どちらも安心して老後を迎えるための介護保険制度です。詳しくは浜松市介護保険課までお問い合わせください。